ノルデンフェルト1インチ気砲とは、1870年代末から1880年代初頭にかけて製造された初期の気砲である。大型の艦艇を新型で高速の小型水雷艇による魚雷攻撃から防御するために用いられた。機関銃が発明される以前の時代に用いられていたクランクを手動で回して連射する。 ヘルゲパール・クランツ設計によるノルデンフェルト式基準の拡大バージョンであり、水雷艇を阻止するに足る火力と射撃速度を両立させるものであった。砲弾は鋼鉄製の弾に真鍮製薬卿を組み合わせたものであった。これは1868年にサンクトペテルブルクで締結された4 0 0ム以下の砲弾への作薬使用禁止条約により、 締結国では作薬を使用できなくなったことによるものである。威力は距離200ヤードで1.25インチの鉄製装甲板を貫通可能であった。重心が1本、2本、4本のバージョンが存在していた。弾薬は上部の箱型弾層から重力によってそれぞれの重心に供給される方式である。これは、いてが、 右側のレバーを前後に動かすことで装填から射撃に、至る一連の動作を行うもので、レバーを引くと敗車や前に押すことで装填、さらに前に押すことで射撃が行われた。射撃は正射に限られており、これによって従来型のガトリング砲や後の機関銃よりも安定した射撃速度を実現していた。操作は指揮官と伊手の二人一組で行われ、伊手が装填、 射撃を担い、指揮官が照準、角度調整、旋回といった法の制御を担当した。1880年代、この法は日本にも4連装型が輸入され、一員4連絡点法と呼称された。日本は、1868年の条約の締結国ではなく、榴弾も使用している。金剛、比縁、不層、海門、カツラギヤマト、ムサシ、ウネ 高地保藤に搭載された。日露戦争での使用風景が、日露戦役海軍写真帳に残されている。ABCDE テキストブックオブガンリー、1887、ロンドン、プリンテッド・ホーヒズ・マジェスティーズ・ステーショナリー・オフィス、バイ・ハリソン・アンド・サンズ、ST ・マーティン、S レーン312から313ページテーブル、ザビ、単に楽点砲とされる場合、 ノルデンフェルト式基準や後の六ポンド法などを含む、ため注意が必要である。桜と怒りの法術行動、漢方、段火薬組み合わせ一覧近代デジタルライブラリー。ありがとうございます。